増田市引き見町、未改良区間も多く残っている国民宿舎雪路地付近。広島市西区行き町雪国道488号は、島根県増田市から広島県八日市市に至る一般国道である。中国地方の日本海側の島根県と瀬戸内海側の広島県を中国山地を山越えで横断して結ぶ国道の一つ。 ほぼ中間地点の広島県廿日市市で、中国自動車道の吉和インターチェンジ付近を通過し、国道186号と交差する。強硬な道路が多く、安全施設の設置状況が少ない国道であるなど、中国地方を代表する山越えの俗に言う国道の一つに挙げられている。起点から、島根県松田市引き見の区間は一部未改良区間を、 残すものの大半は改良済み、路線の両端側から徐々に道路改良工事が進められている。それより先は未改良区間で島根県松田市引き見から広島県八日市市吉羽の約2 5トル区間は中大型車の通行は不可能ばかりか普通車同士でも離合ができない区間が続き落石、倒木、路肩軟弱なところが多い上、 路面状態が悪く凹凸が多数ある。なお、増田市引き見町引き見山値上がりのから、増田市引き見町引き見までの 7km は落石が発生する危険が極めて高いため2011年4月28日から当面の間、数年通行止めになっている。この区間の入り口には警告看板と侵入防止のためのゲートが設置されて折り施錠されている。 わさび裁判のために何があっても自己責任ということで特別に許可された地元の人か、島根県の職員がパトロールのために入る場合を除き、一般車両は通行することができない。38号設や過疎化などで集団移転し配村となった広見集落跡や、島根大学の引き見演習林など、島根県側の残りの区間は、広島県側からしかアクセスすることができず、 乗り面が崩落した区間を工事用の鉄板を敷いただけの応急処置で放置されている場所があったり、他の区間も路面状態が非常に悪い上、抜け道などは当然なく、通り抜けることは、不可のため来た道を戻るしか方法がなく特別な、事情がない限り通行することは避けた方が無難である。島根、広島県境の三坂峠は、標高960メートルと、 中国地方の国道では一番標高が高い。そのため霧が発生しやすく、冬季閉鎖が解除された春先や晩秋から、初冬の冬季閉鎖前でも、積雪、凍結することもある。気温が低い時期、麓とは雨でも、三坂峠付近は雪が降っている場合がありげをつけた方が良い。また、広島県側の三坂八郎林道から、 広島県廿日市市吉和の国道186号交点までの区間は、狭いな区間を林業関係者のトラックやダンプなどの大型車の通行が多く、通行には注意が必要。廿日市市吉和で国道186号と重複し、廿日市市吉和吉和郵便局前交差点から再び単独区間に入る。 初開地市吉羽東山のもみの木森林公園前までは2車線の改良された道だが、それより、先の広島市西菊行き町、ただまでの区間は、再び国道区間に入る。またこの区間の一帯は、東山渓谷と呼ばれているが、普通車1台が何とか通れるほどの道幅しかないため、景色を楽しむ余裕はない。当然、銃、大型車の通行は、不可能であり、 普通車同士の離合も困難。初開地し、広島市境を過ぎてしばらくすると一車線の原道と東山バイパスとの分岐点がある。一車線の原道でも東山バイパスでもただ集落で合流するが、バイパスは雲津トンネルで山を貫いており快適であることから、こちらの方を通る方が安全。ただ集落を過ぎると雪ロッジまで再び意味改良の区間になるが、 ガードレール、カーブミラーなどが整備されている。雪ロッジから先は、雪出張所前交差点まで改良済みの区間を進み国道433号と重複する。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成しマネ県の検証地で、広島県境にほど近い山間部に位置する引きみ郷は、 引き見川によって侵食された峡谷で国道488号がそのアクセス路になっている。冬季の引き見橋は中国地方にしては珍しく道路が冬季閉鎖されるほど雪深く、冬季閉鎖直前でも積雪が見られるほどである。国道186号との重複区間が終了する交差点のすぐそばに中国自動車道吉羽インターチェンジがある。ありがとうございます。